吉田太郎です。太郎チャンネルです。おはようございます。すばれます。いや毎日毎日寒くて今日はですね、汐留のブルームードで、ギターセオリーのライブがあります。ギターセオリーメンバーですね、松崎隆さん、そして小野口雄也くん、そしてベースに仁本亮介くんとドラム吉田太郎で4人でですね、ライブをやるんですけども、まあ毎回ね本当にすごいライブですよ。もうたくさん弾きますねみんなよくみんな弾けますねあんなにっていうねメンバーが揃ってますので、今日もですね寒い中ですね、暑い夜をですね、楽しめるんじゃないかなとワクワクしてます。はい、なのでですね、今日はちょっとリハーサルの映像なんかもね流すことができたらいいなと思ってますので、最後までお楽しみください。では行ってきまーす。イエーイ。ブルームードといえばこの SG がないと話にならないでしょう。なので今からこの SG をあそこにかけたいと思います。キャラが濃いイエーイ。だろこれで完成だ今日はですね、ギターセオリーのライブということで、ここブルームードに来ております。メンバーを紹介したいと思います。まずギターの松崎隆さんです。はい、そしてベースの仁本亮介。どうもありがとうございます。声がでかい、声が太いはい、そしてギターの小野口雄也くん。よろしくお願いします。はい、ギターセオリーとしてはですね、もう何度目なんですかね、ライブ的に。結構やってるね。結構やってますよね、うん、もうね数回ほどやっておるんですが、毎回ですねこれでもかというねギターバトルを見せていただけるわけですけども、はい、今日もですねすごい熱いライブになるかと思って今から楽しみでございます。僕ね、来年からちゃんとしたバンドの名前は、あ、そういうお話がちょっとなんかね、はい、グレーみたいにしたいな。あ、グレー、あえてね、こう、覚えやすいやつ。あー、なるほどボーカリストがいないグループっていうのはその楽器と楽器の会話ですからね。うん、もちろんです。じゃあ引き続きライブをまたやっていくということでよろしくお願いします。お願いします。リハーサルの方からですね映像をお届けしたいと思います。プレジャーです、お聴きください。
お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。今ですねライブが終わったところなんですけれども、ギターセオリー、今年何回ライブをやったのかわかんないですけど、うん、今日もよく皆さん弾かれましたね。いやもう今年、いやもう時間ないほどですよ。もう本当にいやもう本当ね、なんかカウントしたかったですよね、いっぱい弾いた数。音数でギャラが決まるんだったらさらに倍弾いてますね。ああ、今年だからライブ少ない分やっぱここで音数弾かないと。ああなるほど、そういう考え方。1年の音数決まってるんで。決まってるね、はい、中はもうすごい熱い感じになったんではないかなと思うんですけどね、いかがでしょうかね。うん、楽しんでくれたと思うよ、はい、ね。皆さん の, あのマスクの上の目を見てるとね、そうそうそう、楽しんでる感じ。目がこうなってたもんね。うん、もう俺見てたけど、なるほど、誰もこうなってる人いなかった。確かにね、うん、そうですよね。まああの来年はですね、そのまあ名前も変わってですね、はい、名前ちょっと何になるかまだ決まってませんけど、はい、あのまたライブ活動をですねやっていこうということで、またこのメンバーでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またねー。